優勝です。アメリカの若手、カリフォルニアの出身のルーシー・コリンズです。まあ、荒削りですけれども、アメリカがロサンゼルスオリンピックの選手強化に乗り出したと、はい、で若手を訓練始めたということですが、これからという選手ですね。あ、なるほど。あっと落下です。まあ、そういえばカリフォルニアの出身、ロサンゼルス の、 その地元ですね。まあ、選手は技術の鍛錬ももちろんですけれども、こういう監修の中での精神的な負荷に耐えると、はい、こういうことも大事なことだと思うんですね。そうですね。で、そういうためにはこういう国際競技会をやって選手に場数を踏ませると、はい、やっぱりこれも大事な練習だと思いますね。今やりました片足振りの後方伸身宙返り、これはこの選手のオリジナリティですね。アメリカのコリンズです。あ、横に使いましたね。昨年ぐらいから平均台を平行棒と同じように使う、そういう運動が大変増えてきました。やっぱりこれも一種の流行技ですね。なるほど、そうですね。フィニッシュ。アメリカのルーシー・コリンズ。